準決勝戦完封勝利を挙げたんだけど、選抜かかった決勝出場回避、チームは敗れ監督に非難の電話さ、あと張本金田は絶対投げさせろと言いたくはた、は監督の決めた勇気に賛辞を送った。ダルビッシュはシェンロンが一つ願い叶えてくれるなら、張本が出てる番組消してくださいと願った。ドラフト会議で4球団から指名をされて、井口監督あたりのくじを引き当てて右手突き上げた。千葉ロッテに入団、春のキャンプから一軍帯同、初のブルペン動画は7日で100万回再生。だけど吉井コーチから厳しい言葉を言われた。試合レベルに達してないから公式戦で投げさせない。一軍帯同しながら地道な体作り、ボール拾いや雑用をダイヤの原石磨き続けた。怪我して壊れてしまわぬようにと肉体強化明け暮れた令和の怪物、夢に見た憧れの甲子園で阪神打線を抑えて待ちに待ったプロ初勝利。クライマックス楽天戦初戦任され6回投げて見事にチームは勝利。大切に守り抜かれたその才能、今年のオープン戦では自己最速163キロ。令和の怪物佐々木朗希、千葉ロッテのエースとなれ。